はい、おはようございますすキャプテンアスのバイブルトークです、えー、久しぶりに、えー、家に戻ってきましたけども昨日はですね、あのー、このお約束といいますかね、こう夏冬の OBC に行くと、えー、スマホの容量がいっぱいになってしまって、あのー、身動きが取れなくなるというね、えー、現象が起きまして昨日はちょっとお休みしましたけども、えー、今日は8月14日。 ひとのあた二23章の1から11ですが昨日の22のね昨日のところも言いますと昨日はパオロが証しをするんですね、えー、証しをしてその22章パオロの証しのヘブロ語でね証しをしたその後半自分がどのようにね、えー、神様を信じたかで、まあ、その話をしていくわけですけども、えー、23。 パウロは最高法位の人々を見つめていったこれ続きですよね兄弟たち私は今日まであくまでも健全な両親に従って神の前に生きてきました堂々としてますねこれ好きなんだねすると大祭司アナニアはパウロのそばに立っていた者たちに彼の口を打つように命じたとアナニアがねそこでパウロはアナニアに向かっていった 白く塗った壁を神があなたを打たたれるあなたは立法に従って私を裁く歌についていながら立法に背いて私を打てと命じるのか大好きだパオロ。相手は大祭司一番偉い人です一番偉い人に向かって「白く塗った壁を」と「神があなたを打たれると」ともう全然ひるんでないんですね、あのー。これがパオロです。神様以外何も恐れないと。でもっといいのがねこれいろいろあのー。 あると思いますけどもその後するとそばに立っていた者たちがあなたは神の大祭司を罵るのかと言ったのでパウロは答えた「兄弟たち私は彼が大祭司だとは知らなかった確かにあなたの民の指導者を悪く言ってはならない」と書かれていますと、えー、ありますけどもこれあの多分いろいろね問題あると思いますけども私これねパウロ知ってたと思いますだからパウロ嘘だと思いますこれあ知らなかった知らなかったって言ってますけども知ってて言ったと私は思います えー、私ユダヤ人の方とね、あのー、友人でもあるし私ユダヤ人的な、あのー、なんかね考えてユーモアとかねあると思うんでこれ知ってて言ってると思うんだけどねああなた逆に皮肉ですよこれあ大祭司なんだなんかあ,のあいつをねぶっただけとか言ってたけどああなた大祭司なんですか知らなかったわっていう。 そういうい皮肉だと私は思います。私は思いますえー、でその後、またこれがねとパウロはだクリスチャンってなんかすごい,せいなんか製品でなんかすごくいい人で何かもうなんだろうとにかくじゃないと私は思ってます。パウロを見ればわかるしユダヤ人はもっとね自由ですし、えー、頭もいいですしずるいですしヌドニック。えー 自己中心じゃないけどもこう自,自分が自分がっていうね、あのー、もちろんいいことに対して神様に対して、えー、そういうもっと魅力的な、あのー <laughs> えー、私自分で、ね、あの自分で自分のこと魅力だ自分のこと好きですから、あのー、クリスチャンっていうのはこうでいいと思ってますでパウロはねここではこう考えた彼らの一部がサドカイ人で一部がパリサイ人であるということを見て こう言ったんですよ私はパリサイ人なんだけども私は死者の復活という望みのことで裁きを受けてるんですよっていうことをポロッと言ったんですよ。で何で言ったかというとそれによってパウロはあることを分かってあることが起こることが分かってそれは何かと言いますとパウロはこう言うとパリサイ人とサトカイ人の間に論争が起こり最高法院は2つに割れたっていうこと。 今までパオロが全員のね敵パオロに向かってこうしてたのがパオロが一つ質問を投げかけたことによって、えー、この二つのグループが喧嘩を始めたと復活はあるかないかということねこれはあの三国史的に言うと二、えー、個強食の刑っていうんですね二つの虎がこうねいたときにそこに何か餌を投げてあげると二つでこうね あのね、そういうあのこれ「単国くをやるとあの <laughs> やるとって何だろうね、えー、分かりますこれ2個強食の刑使ったんですよ2つのグループがいた時に餌を真ん中ポンと置いたらそれに向かって喧嘩を始めたと、えー、パウロ大好きですだからねで大きく騒ぎが大きくなって、えー、もう例えばねパリサイ人の中には「いやこいつ悪くないよパウロあの正しいやつだよ」 いいうふううふに言いやつ言う人間も出てきたと、ね、あのもしかしたら、ね、精霊がね見つかいが彼に語ったのかもしれないじゃないかとえでも大混乱論争が激しくなってだけどもやっぱりパオロは危険ですよあの殺されてしまうかもしれないなんかもう暴,に暴動になりかけたので仙人隊長はパオロを、えー、引っ張り出して衛者に兵衛に連れていくように命じたというそういうところが今日のところです。えー、で11節 そのよ、主がパウロのそばに立って勇気を出しなさい。あなたはエルサレムで私のことを証ししたように、ローマでも証しをしなければならないと言われた。と、ここまでなんですけれども、ここから明日、メッセージをします。えー、主が現れて勇気を出しなさいってことは、パウロ、こんだけ、ね、大暴れしてますけれども、再視長に喧嘩を売り、そしてパリサイ人とサドカイ派に、えー、餌を投げ。 でもパウロは不安だったことが分かります勇気を出しなさい、ね、勇気が必要だったことが分かりますで。そして何よりも神様の言葉が必要だったその言葉がこの夜にパウロに語られました。その内容は「ローマに行け」っていうねかっこいいですね私ね。えー、励ましの言葉私分かります私パウロだから。あのー 頑張ってとかね、「そのままでいいよ」とかね「大丈夫だよ」とかもちろんそれも大事なんですけども一番励ましになる言葉は「お前にはまだ使命があると」と、えー、それがパオロです。はい、ということで明日あのここからねあのメッセージをしていきますけども、えー、楽しみにしていてください。それではまた、ごきげんよう